まあ、セキュリティでですね、監視カメラを確認していたんですけれども、はい、ベッドに入る方を見てしまいましたよ。神おっと、これはありがたいね。こういうこともあるよって教えてくれたんだね。はいはい、そうですね。身をもって。はい、よかった。最初インポスターとどうしようかと思った。よし。ってことで、今日は、あまり、やってない、メンツ、あまり一緒にやってないメンツを、オレンジ、チャーピンク。あまりやれてない、やってそうでやれてない人を中心に集め、あとはなんか、結構やってる人も交えながらという形で、やっており、集めております。今回主催でやらせていただきます。茶、黄色、オレンジ。茶色、黄色、オレンジ。まあ、初心者寄りの方が多いので、今日はまあ緩めに、出力もね、低めにやっていきます。僕もあんま出しゃばないようにやっていきます。よいしょ。紫。んーしゅっ。はい、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 お、千早さん、早い、はい、何でしょうか。千早です、おさせていただきました。はい、はい、はい、今セキュリティでですね、監視カメラを確認していたんですけれども、はい、はい、ベッドに入る方を見てしまいましたよ。神おっと、見ちゃったよ。いいのこれ言っちゃって。まだ一人も死んでないけど。あれですかね、皆さん僕に投票してください。男ですね。ファッション強すぎるからないんだこれは。これは僕です。この僕は右のナビゲーションのこの字でベントに入りました。監視カメラがついていないと思いベントに入りました。そしてアドミンでセンターさんがカードをスライドしてるのを見て、今殺すかどうか非常に悩んでた時にボタンが押されて、ああ、これはきっと監視カメラを見られたんだなと思い、非常に冷や汗をかいています。いや、でもこのパッションはでも結構人間っぽいな。逆にね、なんすかそれ。ちはやさんが嘘をついてる可能性があるから、ここは僕はちはやさんに入れようかな。入れるんだ、ね、入れるね。あの、自分の見間違いっていう可能性もあると思うんで、ちょっと説明しとくと、2人がこう協力してるってことはないの、うん、それだったらあまりにもお粗末ですね。ちはやさん、インポスターのように僕を切り捨ててくれてありがとう。はい、お粗末だな。あ、しかも後出しだし。あれ、状況は分かりましたか、ひばりんごちゃんは。なんか入ってるところが見えたってことですね。そうで、唯一あのなセキュリティのカメラで見れるのが、あとナビゲーションの前のこの事情の通路のところの弁当ですね、うん、ここが、カメラで唯一見れるんですが、はい、そこに入るのを、まあ、見たと。なのでボタンを押したという形ですね。了解です。一旦スキップ。どうも、ベントチュートリアルおじさんだよ。みんなありがとう。ああ、これはありがたいね。こういうこともあるよって教えてくれたのね。はいはい、そうですね。身をもって。確かに。結構スキップ結構入ってる。カリ入ったら今。千葉さん頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。あれ頑張ってね。相方。相方。よし。いや、いいですね。一発目から、今回ね、チュートリアルっていう、もう、体でやってますので、はい。なんかね、最近見始めてルールあんま分かってない人とか、この機会になんか質問とかありましたら、コメントでどんどんね、お願いしますね。まあ、今のすごいね、ありがたいですね。紫、黒、青。紫、黒、青。非常にね、分かりやすい例をね、しょぼすけさんが身を挺して、出してくれましたね。紫、黒、青。これエレクトリカルの電気ですね。全部ついたら停電が終わると。停電中は視野が狭いという形ですね。
プロジェクトウィンターみたいなの時みたいにさ、ルールと基本セオリーを全部解説した動画を上げたい上げたいとは思っているんですが、物理的に作る時間がなんか取れないですね。ピンク黒。ちなみに生配信の方で最近見始めましたよーって人どのくらいいらっしゃいますか。あ、てかね、チャンネルトップに生配信中っていうのをさ表示するやり方が分かんなかったんですけど、ようやくさっき分かって、多分チャンネルトップから生配信中だったら表示されてると思いますね。やばい、これ負けたか。やばい。これジャゲポヤさん怪しくね。よいしょ。あれ今ついたのかな。危な。黒だから。はい。声がね、はい、声が入らないようにお願いします。あ、そうですね、ごめんなさい。ラバリンゴさんだ。はい、しょぼすけさん、出ません？あ、ほんとだ。あ、違う違う、しょぼすけさん、僕たち、処刑した。容赦なく。我々の手で。ですね、場所がですね、ロアエンジンの、はいはい、下の方ですね。奥まった下の方のところで、ひばりんごちゃんがやられてました。なるほど、なるほど。なるほど。タスク中か。フォアの下。多分 O2 が鳴ったタイミングじゃないですか。はい、そうですね。ああ、なるほど。あとちなみに O2 めちゃくちゃ危なかった。マジ危なかった。危なかったですね。2秒。あ、チャゲポヨさんなんか。ああ、僕エレクトリカルでちょっと一番右のあのぐるぐる、あのエレクトリカルのタスクでちょっと手間取ってて。あの行くのが遅れたって感じです。ギリギリ着きました。でギリギリで着いて、ああそうですね、あワンちゃん誰か O2 で殺されてんのかなって思いながら、そしたら誰もいなかったんで、トリピレス、これって皆さん、はい、そのヒバリンゴちゃんが死んだタイミングは O2 なる前ぐらいだと皆さん思ってるって感じでいいんですかね。そうですね、はい、なら、僕 O2 側を直したんですけど、はい、その時に、メイカさんと千早さんが結構早い段階で O2 なってすぐぐらいに来たんで、はい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 、メイカさん、千早さん、トリッピーが O2 いるんで、そこら辺はまあそのタイミングなのであれば白かなと思います。確かに、なるほど、うんうん、うまい。僕もリンゴちゃんさんはエレクトリカルで O2 なる前一回ちょっと見かけてます。エレクトリカルで助かってた時に、あ、なるほど、うん、あ、じゃあやっぱそこら辺だね。なんで確かに結構左側でいた方がそうですね、含め怪しいかなっていう。にエレクトリカルから O2 が向かってる時に武雄さんとすれ違ってるんですけど、はい、武雄さんどこ行ったんですか。その時セキュリティ反対セキュリティ、ね、武雄なんですけど、はい、私そのエレクトリカルの下の廊下通ってロアエンジン中入ったんですけど、はい、多分ね一人いたと思うんですよ。多分それがリンゴちゃんだと思うんですよね。なるほど。だからその落ちてみたら生きてたと思うよ。もう一回、はい、もう一回話しましょう。はい、全員でボタンを押しましょう。タスクせずに。で、はい、はい、OK でーす。リアクターとかなったら、まあ、半分ぐらいがいくって形ですね。わかりました。はい。タスクせずにって言っておきながら。タスク、無意識でタスクやろうとしてた。助かる。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ私から、さんところまでさっき話した、私から証言をするんですが、はい、はい、最初にナビゲーションの方向に私と、ひばりんごちゃんとゆとりさんとあと、うん、誰だっけな、もう一人行ったな、ナビゲーション誰か忘れたけど、そっちの方向行って、で、うん、ほうほうほう、ゆとりさんとひばりんごちゃんとストレージの中で閉じ込められました。で、ゆとりさんとひばりんごちゃん左に行き、
うん、僕はアドミンに行ったらトリッピーがアドミンにいたって感じですね。で、そこから、あ、じゃあ、チャゲッポエさんもいたか。チャゲッポエさんもエレクトリカル周辺にいたかな。ああ、そうです。ちょうどあの、ドアが閉められたタイミングで多分、先端さんが中にいて、僕が外でっていう感じで。はい、ああ、そうでしたね、はい。そうそうそう。その後か。ゆとりさんとひばりごちゃんいたの。って形なんで、ゆとりさんからの証言が必要かなと思います。自分、ひばりさんと一緒にいた記憶ないですけど、多分、単純に覚えてないだけなんですけど、ほう。で、エレクトリカルの方に行って、で、その時はもう黒色の影はなかったので、それがロアなのかな、俺は。武雄さんが通って、はい、1位いたって言ってたのがヒバリンゴさんだっていうんであれば。とすると、チャゲポヨさんがエレクトリカルにいたと思うので、チャゲポヨさんがゆとりさんを見てたかどうかですね。うん、あ、でもそこまで行ってないんですよ、俺。見てエレクトリカル入って真ん中に行く途中でオツになったんですぐ降りてるんで、あーじゃあ多分見てないですね、そこまでだったら。でそんで外出て廊下で武雄さんとすれ違ってるんで、うん、でもその時の武雄さんの証言だとロアのヒバリンゴさん生きてたってことだから、その後になるんじゃないですか。またさ、わかんない、もう一回わかんない話しますか。わかんない、もうなんかでも絞れてるけどね、うん、ちょっと、はい、いのりさん、たけおさん、きよきよさんぐらい、あ、待って、僕そしたら喋りたいですね。じゃあ、押しましょう、うんうん、もう一回、はい、オッケーです、押しましょう、押します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、キレイです。あの、はい、死亡推定時刻が確かですよね。O2 が鳴ったタイミングですもんね。まあ、おそらく。で、O2 鳴ったタイミングで、トリッピーさんと、あの、ナビゲーションの前の、あの、ベントの前あたりで僕、すれ違ったの覚えてないですか、トリッピーさん。ああ、上から下に行きましたね、キヨキヨさん。そうです、そうです。なんで、死亡推定時刻が O2 鳴ったタイミングだと、まあ、僕はその、あの、キルには関与できないなっていうのはトリッピーさんが証言してくれるかなっていうふうに思います。殺してからね、リンゴちゃんがもし、そうだね、ロアエンジンで切りしてから O2 鳴らしたのであれば、確かにキヨキヨさんはやれる位置じゃないです。はい、そうですね、あ、よかったです、よかったです。その後どこ行っちゃった？その後どこ行かれたんですか？そう、それトリッピーさん視点めっちゃキヨキヨ怪しいと思うんですけど、僕一回、はい、シールドの方向かっちゃったんですよ。僕リアクターが鳴ってると勘違いしちゃってて、タスクの表示してなくて、はいはい、そうなんですよね。で一回シールド向かっちゃったんですけど、ああこれ O2 じゃんと思ってトリッピーさんと一緒に上の O2 の部屋に向かいましたね。急遽は。あ、でその後じゃあ僕に合ってます？合ってます合ってます。上で一回合流しました。はい。あ、すいませんすいません。すいません。ここだけ見落としてたわ。申し訳ない。話取り返すんですけど、キヨキヨさんの証言取れてるんであれば、はい、自分普通に武雄さん戻って。ヒバリンゴさん生きてたって言ってるのは普通に殺してそのままセキュリティ行ってんじゃないかと思うんですけど、その節はないんですか？あるんじゃないですか？特に誰も触れないんですけど。一応ありますが、千早さん視点多分ちょっと竹雄さんに関して拾える情報があるかなと思うんですけど、いかがですか？おー、ないです自分は。ないあー、じゃあ言いますけど、大津を直した直後に千早さんと僕がアドミンの情報を見たんですね、はい、はいはい。でセキュリティ1、ロアエンジン1だったので向かったんですが、その時にカメラはついていました。うん。そう。なんか竹雄さんは僕たちを見てると思うし、僕たちも誰かがセキュリティでカメラを見てるっていうのを知ってるので、うん、まあ、客観的に見ると犯人がすぐ死体のすぐ近くでカメラを見てるって状況が、確かに、キルクールタイムあるからね。しまってるから、じゃあ、ちょっと。え、俺なのそれで、ここで。だって、竹雄さん、死体見てないんでしょ？見てないです。ゴブ殺してから来てるんだったら。よいしょーって感じかな。他の容疑者は誰かいるのかな？エイカちゃんとチャゲさんは植え直したんでしょ？まあまあいいか。一郎落ちてるし。ペア提案まではしないでおきましょうか。今日はね、チュートリアルってことで。ほぼ初プレイの方もいらっしゃいますんでね。最適解ばっかり出しててもね、あれなんで。
もうちょいパッション出していこう。パッション。パッション。黄色。私怖いって言われるからな。僕とやるの怖いって言われるとちょっとね悲しいから、もうちょっとテンション上げていくぜ。テンション上げていくぜ。シーン、黄色緑ピンク、おしまい。ボンバーしてる。黄色、ピンク、オレンジ、青、茶、紫。探すゲームするか。アナミン使いまくって終わりだしな。カメラ見るか。アナミン最強だからな。それかとこで見回り。トリさん足寝なそうね。メイカちゃん気持ちよさ。ちょっと撮ってる。永遠にカメラ見てこ。キヨキヨさん入ってきたけど、はい、あ、はい、ありそうっすね。お、これはタスクがかなり進んでいる。うん、はい、タスクがかなり進んでます。いいですね。ビビってるね。もう終わらせましょう。僕も終わってます。タスク勝ちで終わりましょう。仕事に終わってます。タスク終わりました。インポスタービビってんね。かわいそうだよ。もうインポスターを早く楽にしてあげよう。一応なんか今押したのは今ずっとゆとりさんと一緒に行動してて、ゆとりさんも多分それ分かってて自分と行動合わせてくれてたんですけど、もうなんか白いのかなと思って、とりあえず押して下に出てたら白角だと思ったんで押した。あ、なるほど。あ、なるほど。あ、なるほど。まあじゃあ下へは出てなかったのでまだ分からないと。そうですね。なるほど。まあ、とりあえずじゃあタスクがあと多分誰かが 2,3 個やれば終わりですよね。はい、はい、行きましょう。終わらせてあげましょう。お願いしましょう。お願いします。ロボスケさんとリンゴちゃんが裏でずっと2人で喋ってるよ。多分始めましただからかわいそうだよ。ロブーンをメイカちゃん釣ればよかったな。メイカちゃんをショボスケさんとの会話に入れてあげればよかったな。俺は絶対にゴブーンを言わねえからな、今日は。絶対言わねえからな。メイカトリッピー。あー、なるほど。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 うん。さあ、まあタスクあと1ミリでしたけどね。タスクあと1だからどうする。まあ釣って終わらしてもいいけどね。うん、まあ3人っぽい人を釣るか、メイカちゃんを釣って、はい、お話を盛り上げて、お話を盛り上げてもらうか。お話じゃあメイカちゃんをいいでしょう。メイカさんをじゃあメイカに、メイカさん入れるんです。霊界に派遣する。来ました。そんな感じで殺される身にもなってほしいよね。全然それでいいと思います。勝てるんでね、多分。入れちゃおう。じゃあ入れちゃおう。俺入れちゃおう。マジっすか。僕は入れてないですよ。言っときます。やばいやばいやばい、騙されたって。俺がちゃんとプレイしてないみたいじゃん、これじゃあ。あ、やべえ、危ねえ。センターさんに入っとる。タスク、もう、タスクやってない人、タスク優先でお願いします。私で終わらせる仕事。はい、仕事をやってください。しましたね。素晴らしい。なんで負けたんだろうな。
結構いい線いったんだけどな。いや悔しい、もう、いや惜しかったな。なんで負けたんだろう。なんで千早さんローラー行かなかったか不思議でしょうがないな最初。マジで。熱い自主があったから、ね。確かに。五分五分だったかな。熱い自主。まあ、そうですよね。五分五分だったんだ。五分五分だった。熱い戦い。ギリギリの戦いだったんですけどね。いや本当にすいませんでした。いやこちらこそすいません本当。いや面白い、ね、カメラって映るんですね人。そうなんですよ、本当にすいませんでした。いや本当自分もすいませんでした。しょぼすけさんみたいな初手で俺があのカメラの映像をあのループでずっと人映ってないのに差し替えておけばワンちゃんいけたちょっと早めのサイバーパンクみたいなね。ハッキングしてね、うん、ハッキングすればな。クイックハック使ってもらってでもワンちゃん。これしてなかったのかな。ちょっとサポート不足でした、ごめんなさい。チートないよそこまでしたら。まあ、ちなみに霊界ではリンゴちゃんさんとずっと好きな犬の話してました。癒されるな。ただのお似合いみたいなところだった。